はい、どうも、ラッチステーションのラッチです。今日は、スーパーチャージャーという技を、覚えていこうと思います。参考にした動画は、リンクをこことあと説明欄の方に貼っておきます。それではやっていきます。この技は、有機スラックの形からリップコードで乗せ替えて、最後ここのできる輪っかをこういう風にかけて、あとはキャッチっていう、そういう技になってます。この技で一番難しいのはここですね。かけるところで、こっちのスローハンドの方を引いて糸を加速させてパッとかけるっていうのをやらないといけないのが、今までやったことがなかった動きだったので難しかったです。最後スラックの輪っかを飛ばすところなんですが、しっかりつまんでないとこういう風に途中でヨーヨーが落ちちゃって失敗します。このタイプのスラック系の技、輪っかを飛ばしてかけるっていうやつをこれからもっと増やしていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。